ちは。こんにちは。さあ今日は、はい、ベスト9、やっとベスト9おじさん本領発揮ですよ。本当だな。本当ですよ。忘れてたかなんか。そうですよ。間近のやつは忘れてたっていうね。ねえ。まあまあでもベスト9発表になりましたね。はい。はい、じゃあまずセリフから。セリフからいきますか。はい、ピッチャー、はい。ピッチャーは山口俊投手です。はい、ね。まあ最多勝取ってるし、はい、まあ三振ダッシュ、うん、率も三振だって最多三振か、はい、あれも取ってるし、まあまあ問題はないと思うけど、はい、ちょっと得票数が、うん、2位の時点が今永でしょ。そうです。いくつ10です。でしょ。だからそこまでの差あったかなって、今永にももうちょっと、はい、なんかこう票が集まるかなと思ったけど、そうなんですね。もう山口もう独占みたいな感じだったね。そうですね、圧倒的な数ですもんね。うん、まあ、ただ安定感といえばやっぱりあったし、はい、で菅野がこうちょっと本調子じゃなかった中で、うん、やっぱり優勝チームのエースとして支えることができたよね。そうですね。だからまあそういう意味ではもう文句なしという感じにはなったけど、うん、はい、なんか後輩今永を考えると10というのはちょっとね、ちょっと寂しいなという感じはするけどね。そうですね、はいはい、続いてキャッチャーですけれども、はい、相澤捕手、うん、うん、まあ安定感だよね。そうですね。でプレミアも、まあ、最後はレギュラーになってみたいな、はい、3人で回して使われてたんだけど、うん、やっぱりこう相澤が来たというね、はい、まあそんな感じで次点が梅ちゃんです。梅ちゃん頑張ったよね。頑張ったんです。だから167と時点122なので、うんうん、いや梅ちゃん頑張ったと思うよ、うん、そうですよね。だからプレミアに選ばれてないっていうのがさ、ちょっと不思議でしょうがないんだけどね。なんでだったんですかね。まあ印象というか、はい、今過去のこうなんていうの、こう選ばれた選手の中に、まあ、小林がいたりだとか海外いたから、うん、まあ、安定感を取ったのかなっていう、まあ、慣れを取ったのかなっていう感じはするけど、うん、まあでも相澤が取るだろうなっていうふうに思ってたけどね。まあ、楽しみにしてたのは梅ちゃんがどのぐらいの票数を集めるか、うん、でもこのぐらいの票数を集めるようになったっていうことは、はい、来年以降本当にチャンスがあるということだよね。そうですね。まあ、いいキャッチャーになってきたということだよね。そうですよね、うんうん、はい、で続いてファーストは、はい、中日のビシエド選手です。はい、うん、ビシエドの、まあ、確かに悪くはない、うん、悪くはないけど、はい、俺が描いてるビシエドってもっと勝負強くてもっと打ったっていうイメージがあるから、はい、今年は不調の中で取った、まあ不調でもなかったけど、うん、まあ取れたなっていう時点が49、ヤクルトの村上選手、ね、はい、惜しかったね。だからやっぱこれからビシエドに勝っていこうとするには、はい、やっぱ率かな、うん、うん、2割に3分じゃ取れないよね。そうです。なかなか印象的に、うん、うん、で3位は3位が巨人の岡本選手です。岡本何票、48ですね。そうでしょ。そうなんですね。まあそれ言うなよ、まだ、はい、まだ言うなよ、うん、あと取ったやつなんかあるんですね。あるある、あるんですね、うん、でもビシエドね、はい、まあ、確かに中日の、まあ、こう強くなっていこうとしてる中日の、はい、まあ、4番を支えたということでね、うん、はい、で、あ、いいですか、じゃあいいよ、セカンド行って、はい、ヤクルトの山田哲人選手です、はい、ここは、うん、まあ、トリプルスリー取れなくても、うん、なんかインパクトは残すよね。まあ、例えば盗塁の記録であったり、はい、連続刺されてないというか、うん、まあ、そういうインパクトをこう残しながら、はい、うん、まあ、守備も今年安定してたしね、うん、だからそういう意味では、まあ、セカンドといえば菊池という名前が出てくるんだけども、はい、でも得票数とすれば相当あるでしょ。圧倒的です。250で時点が外選手で20で菊池選手17なので、圧倒的ですね、この数も。やっぱりまあそうだね、はい、まあまあでも文句はないかなっていう、うん、うん、まあだから外だよね。外が2位に入ってるわけでしょ、セカンドでね、はい、だからこの外がどうなるかということだよね、うん、はい、さあ、サードですけれども中日の高橋周平選手、はい、です、まあ、よく頑張った ね安定してた。怪我さえなければ、うん、もっと首位打者争いをしてるかなっていう感じも受けたし、はい、なんか今年やっと掴んだなという、うん、まあ、給料もアップしたしね、はい、でもあれだけのアップで満足 してちゃダメだよね、あの選手は、うん、もっともっと上を目指せる選手だし、うん、まあまあ文句はない。ただ宮崎がいたりだとか、はい、3位誰、
3位が、3位が宮崎で、2位がそうです、ね、巨人の岡本選手です。何票？これ101だよね。はい。で、周平は142です。あ、まあ、迫ってきてるというか、迫ってきてるよね、うん、だから、まあ、サードっていうのはすごくこれからライバルが多くて、はい、なんか楽しみな争いをしてくれるなっていう、うん、まあ、印象を受けましたね。そうですね、はい、で、いいですか、次に行って、はい、ショートは坂本選手です、はい、もう圧倒的な、これは得票率というか得票数でしたね、はい、294。ここは坂本いいんですよ、いいですよいいんですよ。ショートさ、いやなまだ気にしてます。いや、なんか怖くなってビビってきてるというか、あのイップスになってますよね今ショート。ショート投げられないみたいな。まあ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 、いや、でもここはもう290。まあまあ、それはね、やっぱ坂本が開幕からね、30何試合、はい、ね、連続出塁とか、まあ、ヒットもその分打ったし、はい、でショートで40発、うん、そうです、うん、ね、こんで歴代の右バッターの40発っていうのは巨人で長嶋さん以来という、もうこれは文句ないよね。そうですね、うん、ここに関しては294で時点の強打選手2票なので、うん、もうやっぱりベストナインは、まあ、そうだね、うん、だから、まあ、ここら辺で、まあ、例えば広島の小園であったりだとか、はい、まあ、根尾が今外野やったり内野やったりしてるけど、はい、まあ、例えばショートで入ってきて、うん、坂本を脅かすとか、うん、で強打がバッティングを磨いて脅かすとか、まあ、そうなってくるとものすごくレベルが上がってくるよね、ショートです、球界のね、うん、そうですよね、はい、で外野手、はい、じゃあいきますか。外野手は3名1人ずつ、はい、いきます。まずは広島の鈴木誠也選手。あ、もうこれはもう文句なしね、圧倒的ですね、まあ、圧倒的、うん、まあ、文句なしというか、なんか文句のつけようがないというかね、はい、もう本当によく頑張ったし、うん、まあ、首位打者も取ったりだとかね、まあ、いろんなタイトルにも輝いたし、はい、だから非常に、文句のつけようのない、うん、まあ、プレミアでもその実力を遺憾なく発揮してくれたという。そうでした ね、うんうん、だから守備もいいしね、肩もいいし、はい、うん、はい、で続いて丸選手ですね、はい、220、ま、うん、丸も移籍でね、うん、相当なプレッシャーがあったと思うけど、まあ、その中で、まあ、よく頑張りましたよ、はい、うん、で、まあ、原監督に聞くところ、うん、MVP は坂本かなっていうふうに、まあ、巨人の中で言えばね、今年ね、まあ、ピッチャーでは山口、うん、いや、もう一人こう影の MVP を挙げるとしたら誰って聞いた時に、やっぱ丸の話をしてたね。やっぱこう野球に取り組む姿勢だとか、そういうものも評価はの対象として見ていて、まあ、メモもあるじゃない、ああいう一打席一打席を大切にするそういう姿っていうのはすごく我々、チームにいい影響を与えてくれたっていうね。で練習も絶対抜かないと、だからいい影響を与えてくれたっていう、まあ、チームのことを考えるとそうだけど、まあ、成績でもやっぱ坂本丸って続く、まあ、打線というのは脅威だったよね。そうですね、はい、で、最後はソト選手、はいはい、これセカンドでも票を取られてて、はい、まあ、外野手で選ばれたんだけど、うん、やっぱこうホームラン王だからね、うんうん、まあ、守備の部分でマイナスはつけても、うん、それ以上にこうなんて言うんだろうな、こう取り戻してくれるというか、うん、まあ、劇的な一発もたくさん打ってくれたし、はい、だから外はなんか固定してあげたいよね、もう どっちかにっていうことですよ、ね、うん、で本人に聞くとサードが一番いいって言うんだけど、うん、サードには宮崎いるしファーストにロペスいるし、はい、だからまあ来年筒子抜けるから、うん、もう外野手一本で、まあ、できるのかなっていう感じがする、うんうん、だからまあこれも文句ない。で辞典は誰、時点は大島選手なんですよ、中日の大島ね、うんうん、だからまあこの3人のインパクトからすると、はい、多少劣るかもわからないけども、はい、なんかベストラインに顔出してもいいような、うん、まあ、3割も打ってるしね、うん、30盗塁もしてるし、はい、だからそういった意味ではすごくライバルのハードルが 高いよね。そうなんですよね、まあ、うん、鈴木誠也選手いたり丸選手いたりとか、そうだね、はい、で他は他に誰がノミネートされてるの、あと亀井選手だったりとか、亀井ね、はい、あ、亀井もまあよくやったよね、うん、そうですよね、うん、で、あのベテランというか、うん、あの年齢でもまだここにいる、うん、いらっしゃるっていうのもすごいですし、そうだね、はい、筒香とかはないの、筒香選手いますよ、19票、19票しかないんだ、
そうなんです。あ、まあちょっと成績もね、はい、あの率的に、まあ、ホームランも少なかったかな、うん、まあ、そういう意味では、まあ、そのぐらいの数字になるかもわからないけどね、あと1票にまた巨人の岡本選手が入って、うん、そうだね、だからね、うん、俺岡本っていうのはものすごく損してると思うの。言ってましたよね前、だから止めたのは、うん、さあこういうこと、そう、いやファーストなのかサードなのかというもう印象が、はい、まあ印象というよりも、まあ、試合数もまあいろいろばらついてるし、はい、でも岡本って巨人の4番でしょ、はい、なんか取っても良さそうなんだけどね。そうですよね、うん、これ どこかに一つポジション固定すれば、いやもうチャンスは大いにあったと思うんだよ、うん、だから器用貧乏っていうのはこういうことなのかなっていう。あ、これ来シーズン岡本選手ってどうなりそうですか、はい、そのポジション的に。まあサード1本で行くのもいいけどね、うん、サード1本で十分できるし守備も下手じゃないしね、だから巨人の我々がやってる頃ってさ、はい、巨人の4番って絶対ベストラインには入ってきてたんだよね、うん、だって一つのポジションを守らせて4番を打たせて、それは成績が出ないと優勝できないっていうもうプレッシャーの中でやってて、昔の巨人はね、だからその4番を1年間務めた選手っていうのは必ずベストラインに入ってくるんだけども、まあ岡本みたいなのは珍しいよね、4番でいろんなポジションをこなせるって。だからチームにとっては非常に貴重な戦力なんだけども、なんかその賞という意味ではすごく損してるよね。そうですね、こういう賞レースになってしまうと、そう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 、いやだからかわいそうだなと思ってね。そのあたり、あの原監督にぜひ豊さん、いやでもね、俺原監督に聞いた時に、はい、いや岡本はだから俺と一緒に今言ったようなコメント、あいつは貴重なんだよって言ってるんだよ。 あいつ3つのポジションこなせるからねって、で体も丈夫だしって、弱音吐かないしって、うん、だから非常に我々にとっては貴重な戦力、うん、でもこういう賞になるとやっぱ器用貧乏という、うん、でそれを補うのは契約更改だよねそこでね、うん、がっぽりと、そうだからぜひ、はい、ね、その器用貧乏だけじゃなくて、はい、ね、3つのポジションをこなした評価をやっぱ下してあげてほしいなと思いますね。そうですね、はい。